あー、みんな、こんにちは。あ、クッパ、こんにちは。みんな今日もかわいいね。ねえねえ、みんなは俺様のどこがかっこいいと思う？クッパのどこがかっこいいか？それはものすごく難しい質問ですね。クッパがかっこいいところなんて一つもないんじゃないかな。かっこいい男っていうのはハリーみたいな人のことを言うんだよ。それは誉れの好みの問題だけど、でも私もクッパのかっこいいところって一つもないと思うの。ごめんね。クッパのかっこいいところ、考えてみましたが見当たらないですね。ガガガ、俺様のかっこいいところ一つもないの？嘘でしょ？本当だよ。じゃあ、俺様のかっこよくないところは？自意識過剰、乱暴、おしゃれじゃない、顔が嫌、なんだか変な匂いがするのです。くわー、ひどい、ひどい、ひどすぎる。そんなひどいことを言うお前たちなんかこうしてやる。それプリキュアたちをカプセルの中に閉じ込めてやったよ。いい君、いい君、このカプセル、この部分のダイヤルがきちっと揃わないと開かない仕組みになってるんだ。このダイヤルの組み合わせを知ってるのは俺様だけ。組み合わせを書いたカードと秘密のメガネがこのポケットの中に入ってるんだ。俺様をバカにしたプリキュアたちはそこで反省してるんだな。じゃあ俺様はこれで。じゃあね、バイバーイ。クッパに閉じ込められてしまったのです。このカプセル、暗号を解かないと私たちは助け出されないみたいですね。あ、見て見て、クッパがポケットから何かを落としていったよ。これは暗号が書かれた紙みたいですね。やったー。でも誰かここを通りかからないと助けてもらえないのです。どうしましょう。あ、そうだ、この動画を見ているみんな、私たちを助けてくれませんか？私の頭のちょうど下の方にあるグッドボタン、いいねマークを押してください。そうすればみんなの応援がきっと誰かに届いて奇跡を起こすはず。さあ皆さん、グッドボタンを押してください。ん？何かみんなのすごい力が届いたような。ハリー、あれ、みんな一体何してるんや？ハリー、私たちクッパに閉じ込められてしまったんです。このダイヤルを揃えないとボタンが開かないんですが、そこにダイヤルを揃えるためのヒントがあるので、ハリー、このヒントを解いて私たちをカプセルの中から助けてくれませんか？なんや、探偵ごっこみたいでおもろいな。よし、ハリー様にお任せや。なになに？この紙とこのメガネ、これに秘密があるんやな。でも、この紙には何にも記号が書いてないで。ほら、これと同じ記号なんて何にも書いてない。どうしたらいいんやろな。その虫メガネのようなもので紙を覗いてみたらどうですか？お、これで覗くんか。よーし。うわぁ、ほんまや。絵が現れてきた。よーし、なになに？一番左上にあるのが王冠とダイヤか。よーし、王冠とダイヤ揃えてみるで。この記号で開くといいな。王冠にダイヤ、よーし、開けー。あれ、なかなかあかんな。ダイヤルに合わせるのはその絵じゃないみたいなのですね。よーし、
他の絵か。何何クローバーに、これは猫かな、なんやろな、悪魔かな。よし、揃えてみるで。クローバーに、それから猫ちゃん、悪魔。お、おったおった。よし、これで開けてみるで。開け。あら、開かない。他のやつか。覗いてみるで。炎と氷。あ、これええな。炎と氷。これで開くかな。それ。あれ、ここが開いてもうた。ここやないのに。もしかするとここは私たちの閉じ込められている場所を開けるところではなく、こちらを開けるところだったんですね。私たちの閉じ込められているのを開けるのはここだ。ふむふむ、そこか。じゃあ、そこの記号は、お、これか。平和のマークとハートのマーク。よし、合わせてみるね。平和のマーク、ハートのマーク。よし、これで開くはずや。それ、あれ、あかん、違ったか。じゃあ左下のアメちゃんのマークと、レモン、リンゴ、なんやろな。アメちゃんとリンゴのマークか。よし、開けてみるで。アメちゃん、アメちゃんとリンゴ、レモンか、これ。よし、押すで。開き、全然開かない。カプセルの中がごちゃごちゃなのです。ハリー、早く開けてください。よよよよし、ちょっと待ってて。こっちか。ここは全部見たから、最後の一つ、雲のマークと太陽のマーク、きっとこれやな。よし、開けるで。雲のマークと太陽のマーク、これで開くはずや。ボタンを押すで、いくで。せーの、やったー。どうにかカプセルから脱出できた。ハリー、ありがとう。いえいえ、動画を見てるみんながグッドボタンを押してくれたおかげやな。この暗号の解読、なかなか難しかったけど、なんや、探偵やスパイみたいで楽しかったな。どうにかカプセルから脱出できて本当に良かったです。最後まで記号が合うかドキドキハラハラしちゃったね。この動画が面白いなと思ったら、面白かったってコメントしてくれると嬉しいです。みんなの動画への感想、それからグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしてるで。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。